ぞ。ここが演者の宿屋、ひまわり荘ですわ。よし、手始めに三つ星シェフの料理だ。次に三つ星シェフの料理で、お次に三つ星シェフの料理、そして最後に三つ星シェフの料理で締めだ。あんたね。で、三つ星シェフの料理はどこだ？いらっしゃい、お待ちしてたよ。お世話になりますわ。なんだこのおばちゃんは。この宿のおかみさんで、私の縁者の方ですわ。お食事は彼女が作ります。このおばちゃんが三つ星シェフか。そうは見えないけど。大丈夫、彼女の料理の腕は三つ星レベルですわ。騒ぎだ！お前嘘ついたのかよ。彼女のいとこのお嫁さんのお兄さんのご友人が三つ星シェフです。つまり彼女もほぼ三つ星シェフですわ。世間でそれをなんて言うか教えてやる。他人だ他人、料理の腕と全くもって関係ねえ。お兄さん、私が三つ星シェフじゃないって疑ってる？私の名前は三つ星、つまり正真正銘の三つ星シェフさ。なんだその小ネタは。料理が美味しければ文句はないでしょ。細かいことにうるさいと水虫になりますわよ。なるか。どんなつながりだ。おや、お兄さん水虫なのかい。うげ、ファング、部屋の中を裸足で歩かないでよね。断じて違う。俺様の足は群れ知らずだ。グズグズしてないで早く部屋に行きますわよ。いろいろとお話ししたいこともありますし。今度水虫に効く薬草をあげるから元気をお出し。だから俺は水虫じゃねえ。